オレク・コトフ、オレク・コトフは、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国クリミア州、シンフェロポリ生まれの宇宙飛行士である。軍隊での階級は大差。ロシア連邦英雄を受賞している。彼は1998年3月に宇宙飛行士に認定された。選抜前は航空宇宙医師を務めていた。国際宇宙ステーションの 第15次長期滞在のメンバーとして2007年4月7日にバイコヌール宇宙基地からソユーズトがマイナス10でヒョードル・ユール・チキンと宇宙旅行客のチャールズ・シモニーと共に ISS を訪問した。2007年5月30日19時5分 GMT コトフはユール・チキンと共に5時間25分に及ぶ初めての船外活動エヴァを行い。 ズベズラをスペースデブリから守るための防御力を強化するためのデブリ防護パネルの取り付けを行った。2009年12月21日、野口空飛行士と共にソユーズとマイナス17で再び ISS に向けて打ち上げられ、第22次長期滞在のフライトエンジニア、第23次長期滞在の船長を務めた。2013年9月26日、 ソユーズトママイナス 10M で、再び ISS に向かい、第37次長期滞在のフライトエンジニア、第38次長期滞在の船長を務めた。この3回のミッションで、コトフの宇宙滞在日数は、計527日5時間、エヴァは、計6回で、作業時間は、計36時間51分となった。ありがとうございます。